してます。結構起きてるんだね。早起きじゃないよ、全然。まだいける。まだいけますね。おはようございます。ございます。朝からかわいいね、のんちゃんの笑顔はダイヤモンドよりきらびやかで。そう、中学生は起きるのが早いんです一応確認しておきますが、そこにいるのはのんちゃんですか？のんちゃんでーす 私何回もさ、あれだよね、序盤にやってない。おはようございます。すごい、こんな時間でも105人も来てくれるんだ。視力結構悪い。いや、見えるんだけど、癖で近づきたくなっちゃう。視力は悪いけど。のんちゃん見たくて早起きしたさ。朝ごはん食べた？食べました。首の角度が今日も、プリティープリティ 何？こんにちは。自己紹介しますか？もうしなくてもいい気がするけど、一応します。遅れなかったぞ、偉い自分。そう、最近遅れてないね。誰やねんって。何食べた？パン食べた。プリティの数だけ可愛いので、今朝は2プリティです。今日もお仕事なので頑張ってくるね。頑張ってー。同期メンバーと連絡取ってる？取ってます。ゆきたんとかと。で、はい、始めたいと思います。自己紹介。はい、キャッチフレーズ付きで。はい。みんなが叶えたいのは、AKB48 最年少、中学3年生、14歳の畠山のぞみです。むなしい。なんてむなしいんだ。自分に自分で拍手だなんて。遊びに来たよ。ありがとう。どうして自己紹介が虚しいの？ 拍手も何も聞こえないで自分でやってるから。手を耳隣にするところかわいい。画面上に映しやすいから。サングラスで配信を見ます。暗くない？ グッドナイト？ね、寝るの？ 最年少だね。最年少でーす。でもさ、唯一の最年少でも中3だから来年高1じゃん。びっくりだよね。来年には中学生がいなくなっちゃうってことでしょ？おはようございます。
ょっと扇風機いらないかもしれない。そう考えると恐ろしいよね。おはようございます。世界中ののんちゃんファンが叫んでるよ。アメリカの人もエクセレントそう、恐ろしいよ。で、なんで私の年齢で最年少なんだろうって最近思うなんか受かった時に自分より年下か同級生もう何人かいるかなって思ってたから、中学生私だけでびっくりした。あ、そうだよね、小学生4人とかもいるもんね。チームメイト新メンバーで中学生入れば最年少じゃなくなるかも。最年少名乗れなくなるのはちょっと嫌だな最年少ってだってポジションがあるじゃん一応コッコちゃんは高一？高一です。私より1個上です。エリちゃんと同い年。そう、小学生行った時もありますもんね、AKB。のんちゃんも小学生だよ。やばい。そう、最年少のブランドはでかいよ。1年くらいは最年少守りたい。守る？そう、じゃあ永遠の14歳で。そうしますか。永遠の14歳を名乗ります。しばらくはのんちゃんが最年少のままだろうよ。私がもうちょっと成長したらなのかな。ここにお世話してるのに。この前ね、そうその話をしてました。なんかお姉ちゃん逆よって思いながら、本来逆だよって。今日のパジャマの、パジャマっていうかなんか パジャマなのかわからないけど、勝手にパジャマにしちゃった。よっこらせ、待って足ぶつけそう。見てこれ、下は見せません。そう、年齢的に逆よって思いながら、のんちゃんは兄が一人います。兄一人で4人家族です。足はぶつけませんでした。今回早起きは得意ですか？得意ではないけど、なんか起きれる時は起きれる。早朝稽古がありました。タコさんフィンナー、いやタコさんフィンナーじゃないよわかんない。そう、今回ぶつけませんでした。さすが何なんだろうねこれ、私もわからない。お下がりでもらいました。妹キャラもありね。でもなんかそんな妹してなくない私は兄ちゃん背でかい？どうなんだろう、一般男性がどのぐらいなの平均身長。それが私は分からんけどまあまあまあ、この家族の中なら大きい方じゃないでも一時期私の方がさ高かったってわけじゃないけど、同じくらいになったのにさ。泳ぎは得意ですか？得意。老眼だよね。うん否定できない別にここからでも見えるよ。見えるんだけど普段の癖で近づいちゃうのなんちゃん背高いから。いや言うほど高くないんだよ。それが学校だと背の順前の方だもん。
だからなんか17期で背の順になった時と学校で背の順になった時の差がすごすぎて私が一番びっくりしてる。あ、こんな私学校の中だと前の方なんだって思いながら。ファンのみんなに近づきたいという思いから画面に接近するんだよね。わかんない。そうなのかな。スマホが大好きなのかもしれない。もちろん。のんちゃんのドアップ配信好きよ。お母さんに毎回言われるもん。ドアップ配信だよねって。したくてドアップにしてるわけじゃないもん。のんちゃんおはようグルト。おはようグルト。ツンデレか。ツンデレじゃないよ。それより17期での出席番号順にびっくりじゃね。あ、おはようございます。おはようございます。そうだよね、だって私で真ん中だもん。びっくりした。基本後ろの方だったのでびっくり。朝から元気元気です。昨日ソララがやってた指ハートの真似します。下なの。こうじゃなくてこう。面白かった。おはようございます。17期はハギョウの名前多いよね。あ、確かに。おはようございます。やばいよ、昨日の元気はどこへ行った。そう、エリちゃんが橋本で、ニーナンが長谷川、私が畠山、ユキネーが平田、ホテちゃんがホテイだもんね。最近は素振りとかもしてないの？してません、全く。素振りする場所ないんだもん。家の中でやったら、あの天井を突き破っちゃう。アマゾンギフトには近づいた？近づいた。多分もうできてる。3時間だって、きん、おとといじゃない、おとといの昨日。やばい、バカがバレてる。おとといの昨日ってん？なんていうの？わかんない、もういいや。ちょっと前に1時間半やって、で昨日1時間半やったから3時間で、今日30分だから3時間30分やったことになります。だ、多分大丈夫。君には私がついて。そうですね、ついてますね。よかったね。マイケルさんの時計買うんだっけ。そう、迷ってて、時計か普通になんかステッカーとかさ、いろいろあるからコップとかさ迷ってます。これからも毎日配信するの？わかんない。気分。先おとといって言うんだよ。
そうなの？え、嘘ついてない？大丈夫？先おとといって言うんだ。へえ、すご。よく知ってるね。なんか自分専用のが欲しいなと思って。気分でええよ。気分で。ギフト券は裏切らないからね。そうですね。時給さんみたいに裏切られないので。昨日、おととい、先、おととい。その先は？先、先、おととい。家の中で素振りするなら、せいぜい尊敬でする。きつい、きつい。え、だってさ、まあまあ、こっち向きで座れば触れなくはないけど。そこまでよ、切りないでしょ。いや、私、一昨日で終わりなのかと思って。その先は過去です。あ、うまいね。先、一昨日の昨日って。ドボン50以下に落ちたから、なんじゃん、もう頑張ってプレイしてね。そう、昨日できなかったからね。やらないと、やらないとっていうか、普通に暇な時にやりたいと思います。夏休みも部活ある？一応もう引退してる？時期です。おはようございます。ドボン残り6時間で約61億ポイント稼いで恐るいシューズをゲットしよう。エリちゃんのためにも。あ、そうなんだ。今日13時59。メンテナンス？かな？知らなかった。なんで私が知らないんだよって話。へえ、知らなかった。ま、うん。いいよ、別に。でも50位以下行って戻ってくるのって結構難しいか。今日メンテナンス、あ、やっぱそうなんだ。じゃ、うん、やると約束はできないんだよな今日。誰か手伝って誰か手伝って私のドボンを。なんちゃんメンテナンス頑張ってね。私が頑張るの、メンテナンス。頑張ります。夏休みちゃんと満喫してる？わかんない。夏休みっていう夏休みではないしね。去年も一昨年も部活あるし、で今年は AKB 入ってなかったとしても受験生だし、どちらにしろ休みはあんまないっていうね。だから言うほど変わんないかも。小学生の夏休みが一番満喫できましたね。できない約束はしない女、それが畠山なんちゃう。そうですね。あ、そうですね。メイク私別にそんなしようかなって昨日思ったんだけど、なんか嫌だからやめた。絶対変な顔してるので嫌でーす。それならすっぴんでいきます。今もほぼリップ塗っただけ。小学生の夏休みは野原を走り回ってたもんね。野原ではないけど走り回ってましたね。確かにめっちゃ鬼ごっこしてた。あと図書館なんか友達と行ったりとかいろいろしてました。なんかもう宿題って一人
人でやるわけないの。そう、嫌だからやめた。そう、高校迷ってるの。あ、受験はするけどね。受験はするけどさ、どこがいいかなーってやっぱ迷いますよ。変な顔してたらスク、なんでスクショするの？可愛い時に撮って。ちゃんと写真選んで自分が半目で写されたら嫌でしょ？ちょっと。どうよ、半目でさ、全国公開されたら自分の顔が。嫌でしょ？鬼ごっこは逃げる派、追いかける派？逃げたい。あ、でも何鬼ごっこかによる。どうしよう。なんか、氷鬼？じゃあ、高鬼か。高鬼で一回マジで嫌だったことあるから。そういうなんか、ちょっとチートな鬼ごっこはしたくない。おこでかわいい。半目はやめてほしい。ここ入っても剣道続ける？いやー、部活はやらないと思います。高鬼のトラウマ。そう、なんか何秒まで高いところに立ってていいみたいなあれで、まあ、ヘヌリンを台にしますと、なんかこうやってやってるじゃん。何人かでやってて、私が鬼だったの。では今思えば誰か一人にさ執着して待ってればよかった話なんだけど、あの頃の私はちょっと頭が、今もですがあれだったので、ね、あと一人狙いするとその子がちょっとかわいそうだなって思って、なんか例えば5秒間だったとしたら、なんか 1,2,3,4,5 でなんかすぐ高いとこに戻っていくんですよ。もう本当にね、嫌でした。のんちゃんはどんな瞬間を切り取っても可愛いんだ。アイドルやってなかったら剣道続けてた。え、わかんない、どうだろう、続けてたかな。え、でも武道系の何かやりたいなとは思ってたので、なぎなたか弓道か剣道やろうかなって思ってました。剣道は個人プライベートでやると思います。ちょっと一生にだったんですよ。道着が好きなの？うん。そう、袴が好き。じゃあ本当はなぎなたがやりたかったんだけど、最初はないから、高校じゃないわ、あの中学の時点で。待って、やばい、ずれた。やばー、いたー。あ、そうだから、なんかね、悲しいです。なんでなんでなんで、そう、あれなんでだろうね。右目だけめっちゃ痛い。なんか入った？いや、取ろう。はい、取った。左目でなんとかしたいと思います。うん、後で洗えばいいや。はい、行きます。極めるアイドルみながらそれ見てみたい気がする。あー、確かに。うん、大丈夫、メガネのんちゃんみたい。いや、左目でなんとかします。メガネ今近くにないから。
見えなくはないしね。あ、1000人いった。待って、やばい、26分だ。ランキング読んできまーす。13位がアニーさん、ありがとうございます。すごい急に始めちゃった。12位がチャン・イズ・ディアードさん、ありがとうございます。ごめんね、いつもより視力がいつもより画面にドアップだ。11位がマヌルさん、ありがとうございます。10位がルパンさん、ありがとうございます。9位がスナさん、ありがとうございます。8位がカズヤさん、ありがとうございます。7位が筋肉マン太郎さん、ありがとうございます。6位がタカさん、ありがとうございます。5位がクジーラさん、ありがとうございます。4位がケネスさん、ありがとうございます。3位がシンユンさん、ありがとうございます。2位がジンワニさん、ありがとうございます。1位がババちゃんさん、ありがとうございます。もう手が見えてない。というわけでね、今は何分でしょうか。1分で読んじゃった、やば。今日は10円までにします。 14? いいよ、わかった。14位ね。14位、八の絵さん、ありがとうございます。言ってくれれば私は読みます。そう、30分だけだったんですけど、まあまた配信すると思うのでよろしくお願いします。え、待って、今日で7月終わり、今さら。いいよいいよ、言ってくれれば私は読みます。100位以下ですが、竹を読んでください。竹さん、ありがとうございます。ありがとうございます。また配信待ってます、ありがとうございます。7月ののんちゃん、さよなら。明日から8月ですね。もし前に配信見れてよかった。あ、頑張って。まさか間違えて宿題全部終わらしちゃったとかないですね。自分もないか分かりませんが、読もう読もう。おこちょいさん、ありがとうございます。いな研究所、今日までに入って。それではね、あ、まだ1分ある、まだ1分。8月からのんちゃんはギャルだよ。無茶ぶりだわ。無茶ぶりだな。まあ、いつか自然になると信じましょう。でもルーズソックス履いてみたい。気になりますね。はじめまして、もうすぐ終わっちゃうんですけど。はい。1分ですが。1分もないか。今日の好きは、言うよ、じゃあ最後に。ちょっと延長になっちゃった。え、今日の好き?好きだよー。好きだよー。はい、満足。満足ですか。じゃあね、はい、自然にギャル化しちゃうの多分すると信じます。じゃあね、切りたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。今日も一日頑張ろう。